皆さんこんにちは、こんばんは。私きなこと申します。私はシューです。何シューさんでしょうか。シューだ、よろしく頼む。さあ今回も007ナイトファイヤー PS2 のゲームをやっていくわよ。とうとう半分まで来たわ。今回のミッションはナイトシフト。ナイトシフト。東京にあるフェニックスインターナショナル社の作戦司令本部タワービルに潜入よ。そうだな、メインヒューに何か頼まれたしな。コードキーとパスワードでフェニックスのメインコンピューターにアクセスできるはずだけど、あのビルの警備は厳重よ。マキコ、正しい道具があればどこでも侵入できるさ。侵入はお手の物さ。お前さんが大活躍の間こっちも大忙しだった。Q ね。アイテムリストに新兵器をいくつか追加しておいた。画面に初登場。あ、じゃあイカ出てきた。警備員を眠らせるには麻酔ダーツだ。音も電子、相手を殺すこともない。解読装置はコンピューター、キーパッド、エレベーターコントロールなどをハックできる。そして Q ウイルス。 Q、 上品に言えないのか。 Q ウイルス。このウイルスを端末から侵入させれば MI6 で敵のシステムをモニタリングできるようになる。できれば無傷で返してほしいんだが、お前さんにはそれは期待できんな。以上だ。ジェームズ急いで、30分で警備員が交代するわ。マキコース、ところで君も潜入は得意なのかい。この種の仕事は君の分野ではないような気がするんだが、君は1階のボディーガードじゃないのかい。そう、このマキコっていう人物も今回のキーパーソンになってくるわね。誰だ君は。ゾーイか。ゾーイよ。突然出てきたな。ジェームズ、ロビーに上がってメインタワーに通じるエレベーターを探して。私は下で見張ってるわ。何かあれば知らせる。私はそんなに変わったりしないの。何かあれば知らせてくれマキコ。さあ、 Q が開発したガジェットを使用してオペレーションナイトファイアを探し出し、暗号を解読してちょうだい。よし、じゃあまずこの警備員の背中を見ながら、こっちに来ると007ボーナスがいきなりある。それを集めてくれ。ええ。そして向こうの扉だな。あの扉をこのタイミングで開けて進むと警備員と鉢合わせする。あ、もうそのまま麻酔銃で撃てばいい。よし。あ、なるほど、傷つけちゃいけないのね。そうだ、まあこのダーツ、 Q が開発してくれたダーツで撃っていけば、まあ傷つける心配はない。分かった。だがさっきちょっと目に当たった気がするが、そう、ね、大丈夫だったのか。目に当たればさすがに無傷では済まないだろう。そうね。よし、まあこのフロントの方に行くとまた007ボーナスがあるわけだ。素晴らしいわ。 Q は相変わらずすごいものを開発するな。本当よ。まあこれがわしの仕事だ。あ、一人称わしか私か。それはあなたの自身が一番よく知ってるんじゃなくて、うん、さあセキュリティルームに来たぞ。ここにアーマーをある、取って。オフィスフロアのレーザートリップスイッチの作動テスト。レーザートリップスイッチの作動テストを、で今エレベーターをな、起動させたんだな。メインエレベーターでオフィスフロアへ向かうぞ。ええ、よし、これね。ああそうだ、ところでそうだな、マキコの説明をしてもらおうか。このいいわよ、この女性だ。わかったわ、林マキコについて説明するわよ。アレクサンダー・メイヒューのボディーガード。一見したところ小柄でか弱そうだけど、その肉体は格闘技により磨きがかけられてるとのことよ。彼女のメイヒューに対する忠誠心は疑いの余地がないらしいわ。レーザートリップスイッチの作動テスト中断。本当か。エグゼクティブフロアのレーザーシステムが作動しました。疑いの余地がないのか。そうみたいね。君もそう思うかい、ゾイ。さあ、私には彼女のことなんてちっともわからないわ。あなたほどじゃなくてね。まあそれはそうかもしれないが、今007ボーナスを取ったな。よし、ここがさっき出てきたエレベーターだ。ええ。ここからさっきは左に行ってボーナスを取ったから、そうね、こっちに行って右に曲がる。そして突き当たりまで行くんだ。あ、あのレーザーに気をつけろ。あ、あの赤い線ね。ああ。よし、この突き当たりにこの鍵付きのなドアがある。ええ。この左側はここに入るんだ。ここに入って奥に行くと暗闇は赤く光ってるな。あ、本当だ。このコンピューターに Q ウイルスをインストールするんだ。すごい名前ね。本当だ。よし、ちゃちゃっとかっこよく決めたぜ。
そうね、ディスクを投げてはいけないと思うけれどもね。急に怒られるな。本当よ。あ、ちょっと眠っててくれ。よし、右。今のでも命中になるのね。そうだな、いい景色だ。このいい景色を、ちょっと眠っていてくれ。すまん。このいい景色を右手に見ながらこう向かっていくわけだ。そうするとこの突き当たりのオフィスに007ボーナスがある。うん、これを取ってくれ。分かったわ。じゃあこの素晴らしい景観を左手に見ながら戻るぞ。ええ、よし。ここがさっき Q ウイルスをインストールしたコンピューターだな。ええ、ご丁寧に Q と画面に出ているが、あれは不良品じゃないのか。Q、何を言っている、あれはわしのジョークさ。よし、じゃあここはこれ鍵がかかっているんだが、この鍵の番号は、部屋をくまなく探せば実はある、見つかるんだ。だが、そうなの。あ、これはもうデクリプターを使って解除しよう。その方が早い。そうね。あ、この部屋には警備員が一人くるくる回っている。一人しかいないな。あの警備員の背後を取って気づかれないように眠ってもらおうか。この警備員は眠らせるだけではなく、ちょっと、おお、なんかすごい避け方をされたような気がしたが、本当ね、日本人というのはさすが格闘センスに優れているな。よし、この警備員は殴って気絶。なぜかというと、この今見たルーム、あれがセキュリティルームなんだが、ええ、あの部屋に後々行くときに廊下から気づかれてしまうんだ。ああ、だから、なるほど。ああ、だからちょっと乱暴だが、殴って気絶しておいてもらおう。そうね。ああ、そしてこの部屋から来るやつをお休み。どこに行くつもりだ。少しの間眠っていてくれ。ここの警備員はみんな同じ顔なのね。おっと、それを言ってしまったな。どうやらそうみたいだ。ドミニクは同じ顔の人しか雇わないという主義があるようだな。見逃せないほどの同じ顔だったから。ああ、よし、今のコンピューターに0245という暗号があったな。ええ、一体誰だ。よし、その暗号がこのセキュリティルームの番号なんだ。なるほど。まあデクリプターで解除してもいいんだが、まあ好きな方を選んでくれ。さっきのコンピューターは、あ、さっき見たように分かりやすい位置にあるからすぐ調べられるし。了解。その方が早いとは思う。そうね。ああ、さて解除ができたわね。カリムに眠っておいてもらおう。ええ、よし、じゃあレーザートリップスイッチの作動テスト中断。はい、オフィスフロアのレーザーシステムが作動しました。で、出口のドアを作動。レーザートリップスイッチの作動テストを開始しました。さあ、次はバルコニーへのドアを見つけろ。あ、です。今たった今作動させたボタンだな。ここを、これもレーザーに気をつけ、そこだ、あの突き当たりに出口があるんだが、ええ、その前にこの奥に行って行ってくれ。これね。ああ、007ボーナスを獲得しておこう。そう、今回もじっくり焦らずにプラチナメダルを取るというのが目的だものね。そうだ、言い忘れていた。あ、今レーザーにかかったな。ああするとすぐにこう自動で撃ってくるんだ、天井から。そうなの。 あれは相当危険だ。警備員がやってくるものだと思ってたけれども違うんだよ。コンピューター精度で制御で撃ってくるんだ。それは焦るわね。ああ、気をつけてくれ。了解。さあ、お、雨が降ってるわ。屋上のような場所に出たな。慎重に進もう。ヘリコプターの音、なんだ、敵か。あれはドミニク・パラディという女ね。ドミニク。向こうもこちらに気づいたようだわ。ああ、君は無事でやっていたんだな、よかった。よし、この危ないところを進むと、どう進めばいいんだ。あ、あれはエレベーターだな。こんなエレベーターがあるなんて。おあつらい向きに、お、エレベーターの屋根に乗れそうだ。気をつけて。ああ、危険だな。見てくれこの景色、ゾイ。さすが東京の夜景ね。ああ、こういうところでコーヒー、いや待て、007はコーヒーは好きなのか、よくわからない。あなたの大好物じゃないの。よし、コーヒーが飲めたらいいな。そうね。ああ、紅茶は嫌いらしいな、007は。イギリス人だが紅茶が嫌いということだな。
そうよ。よし。どうしたの？あなた自分の設定を確認確認してるの？わからないんだよ。よし、このドアから入るとアーマーとかボーナスがあるんだが、この部屋には後で来る。ええ。うん、後でアーマーを取りに来るから。今じゃなくていいのね。ああ、後回しだ。よし、この奥のここもレーザーに気をつけてくれ。この、ええ、この仕掛けは本当に怖い。まあ一回作動させてもそのやられることはないと思うんだ。よし、この先だ。ここの鍵をデクリプターで開けよう。了解。ああ、ここがメイヒューの部屋だと、オフィスだと思うんだが。メイヒューの。ああ。じゃあこの中には一体何があるのかしら。メイヒューのコンピューターだな。ここに Q の用意してくれた Q ウイルスを。お、今スコーピオンという強力な武器を得たな。あれは大事だ。後々使える。了解。よし、ここに Q ウイルスを入れてインストールした。よし、あとはメイヒューの雇っている秘書室だと思うが、ここはやっぱり秘書は相当美人なんだろうな。決まってるでしょ。うん、会ってみたいものだな。まったく敵はいないようだな。そうね。よし、さあこの部屋だ。この部屋を開けて、テスト終了まであと1分。よし、ここすぐ入ってはダメだ。ドアを開けると中にモニターが出てくる、ええ、あのモニターがついたら中に入ろう。すぐじゃダメなのね。そうだな、すぐに入るといろんなこうスイッチが作動してきてだな、いろいろ食らってしまう。なるほど。見てくれ、レーザーに触れるとああいう風に天井から出てくるんだよ。厄介ね。ああ、あれにはお手上げだ。ちょっと食らっちゃったわね。そうだな。これシェーバーという形の何なの？スタングレネードだ、まあ、いつでも起爆できる。キューったら。まああのモニター、あの部屋のモニターを調べるとこの廊下に敵が出てくるんだ。俺の私の予感ではな。ええ。あ、ここを調べる。そうするとダブルをボンドスタイルが成功。そして敵が後ろから声が聞こえるな。ああ、声が聞こえる。敵がいるはずだ。だんだん近づいてきたわ。ああ、彼らをスタングレネードでくらませようというわけだ。なるほど。だからあそこに仕掛けた。よし、一人目がくらんだようだな。目がくらんでるうちに、よし、二人ともくらんでいる。彼らね。さあ眠っていてくれ。ちょっとレーザーのところにいて行きにくいが本当に眠っていてくれ。よし、じゃあそうだな、今からここの、フロアに来た時に最初に音、後で来ると言った部屋だな。あそこに戻ってきた。あそこね。ああ、この部屋にアーマーがあるんだ。机の上を失礼するよ。よし、でここに007ボーナス。よし、これで全て揃った。次はどこへ行けばいいのかしら。そうだな、とにかく私の仕事は済んだ。あとは脱出するだけだが。そうね、ミッションによると屋上へ行けばいいらしいわ。ああそうだ、ここが屋上への階段だな。ちゃっかり武器も用意した。早く逃げて、ジェム。ドミニク。罠だわ。ドミニク、君の彼氏のヘリにビルから落とされそうになった時分かったよ。分からない。ドレイクはパスワードなしでメイヒューの金庫は開けられないし、ナイトファイアのファイルを人に渡すはずもないわ。この階段でヘリポートに出られるわ。ヘリの中にはパラシュートがある。脱出のチャンスはそれだけよ。ドレイクが君の正体に気づいたら。相手をうまく騙せるスパイは自分一人だとでも思ってるのかしら。いや、そりゃ君の能力を疑っているわけじゃないが、相当危険な。やつは階段の方に行きました。さあジェームズ、早く行くのよ。本当に大丈夫か。君ももう立派な大人の女性だから大丈夫だとは思うが。お、始まってしまった。この先の角、ここだ。ここでしゃがむ。さあそうして右の奥からヘリコプターが飛んでくる気がするんだ。それをこのスコーピオンで。あ、来たわ。あ、撃墜する。おっと、手前の壁を打って、手前の壁を打って自爆してしまった。
幸いアーマーがなくなっただけで済んだが、これは気をつけてくれ。そうね、少しでも暗いわ。ひとたまりもないわ。ひとたまりもない、強力だ。よし、ヘリコプターを撃ち落としたぞ。そしたらボンドスタイルが成功するんだ。さあ、あとは敵を一人ずつ相手にしていこう。了解。これは地道な作業だな。さあ、これが、この仕事が一仕事終わったらどうしようかな。007には趣味とかあるのかい？さあ、そんなの私の知る由もないわ。私の趣味はなんだ。あなたの趣味のことは知らないけれども、あなたコーヒーだの、女遊びだの、それからお酒もたくさん飲んでるみたいで、お医者様からいろいろ言われてるんじゃなくって？ああ、そういえばそうだったな。だんだん思い出してきた。少しは体を休めたらどう？そうだな。007のキャラクターもこう昔と今とで映画ではいろいろ変わっているらしいな。そうね。ああ、やはり私はエロ男爵というのが本来の性質なはずだが、最近の映画ではかなり美化されているらしいな。そうね、まあ、時代の女性ファンに合わせてあなたもだんだんと変わってきたということかしら。そうだな。まあ美化されるのは嬉しいが、そんな都合のいい男はいないと思った方がいいんじゃないかな。そうね。まあ今のには反論、などいろいろあるだろうが、まあそこら辺は話の種に。そうだな。このキナ州の実況動画でシューという男が演じている007もなかなか風変わりで、これはこれでいろんな意見があるんじゃないかしら。まあわしはもう限界だ。ちょっといきなり出てきてびっくりするじゃない。わしにはもう訳がわからん。私の方が訳がわからないわよ。そしてこれを見てる人の方が訳がわからないわ。早くあいつを倒したいんだが、もう魔をどうやって埋めたらいいのかわからん。あ、倒せた。よし、あとはヘリコプターにパラシュートがあるから、それを取って飛び降りるんだ。ここから飛び降りるの？うまくやるよ、007。とんでもない脱出方法ね。あ、忘れていた。あそこに007ボーナスがあった。忘れちゃいけないわね。あ、これが最後のボーナスだ。了解。こんなビルとはおさらば。あ、ここは私のジャンプ力が足りない。どこからジャンプすればいいの？ヘリポートがいいな。ジャンプ もうちょっとで、いや、手をかければそこは越えられるんじゃないか。どうなっているんだ。よしよしよし。いや、ここは危険だな、おい。よっしゃ、なんとかうまくいったな、ゾイ。そうね。よし、これでプラチナが取れるはずだ。まったく、いつもヒヤヒヤさせられるわ。本当にヒヤヒヤさせてくれるな。 あれは一般市民ね。そうみたいだな。かわいそうに。突然で申し訳ないが、よかったら乗せてもらえませんか？いやいや、笑ってる場合じゃないやろ。いや、ちょっと命の危険を感じませんか？本当よ。みんなこんな男に騙されちゃダメよ。いや、突然車から逆さまにこう出てきたら、もうめちゃくちゃ怖いと思うんだが。さて。よし、まあボンドフスタイルは2つだけだったな。そうね。007のボーナスも全部獲得よ。ああ、これは全部獲得しないとプラチナは取れない。そうだな、タイムもすごくゆっくりやっても大丈夫、余裕があるな。そうね。ああ、命中率も残りライフもそれほど気にしなくてもいいのかしら。その通りだ。まだこの辺のステージでは気にしなくても大丈夫。了解。さあ、もうミッションも半分が終わったわ。ああ、次回からはどんなミッションが始まるのかしら。ああ、仕事がうまくいくことを祈っている。そうね。ああ、皆さんも次回の実況動画をお楽しみに。よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。